続けて3の段もやってみましょう。一回読んでみようか。三1が3、3、2が6、サザンが9、3、4、12、3、5、15、サブ6、18、3、7、21、3、十24、3、二27です。で、3の段なので、もちろん数は 三ずつ増えていくやな。だから、例えば、三一が三、三二が六、3、3、六三四十二、三五十五。サブ6、何ぼやったっけってなったら、サブ6やから、三五その前の三五十五に三足してあげたらいいやな。十八やなと。あ、サブ6、十八やなっていうふうに思い出すことができます。三ずつ増えていきますよ、と。OK? かけ算の決まりを使ってみます。 で、もう一個の掛け算の決まりで見てみると、ここ32が6。2の段やってんな。これって、23が6と一緒やね。大丈夫なので、32が6わからんかったら、ひっくり返してみて、23が何歩やったかなって思い出してください。あ,あ、6や。32が6っていうふうにわかるし、さっきやった35も、同じように考えられます。35ひっくり返したら、 これは 5, です、五三やね。五三十五やてな。この段は覚えやすいです。なので、三五忘れちゃったら 5,、五三は十五やな、というふうに思い出してみてください。これ、三の段になります。もう一回読んどこうか。三一が三、三二が六、サ三が九、三四十二、三五十五、サブ十八、三七二十一、三八二十四、三九二十七です。